南仙十め南仙十めは中国の代表的な女船である八仙の一人。名は、K で、仙修めとは、女船という意味である。八仙中唯一の女船。安八仙は、二花。各種伝説には仙女、道十亀、御子の三つの姿で描かれている。ドンズーキによると、彼女は、当代の武則天の時に、公州増上圏にある雲母型にいた南祖の娘で、 生まれた時には六本の髪の毛が生えていたという。十四五歳の時、夢に新人が現れて、うんもの粉を食べなさい。そうすれば、体が軽くなって、不死となるだろうと言われた。明け方、目が覚めると、新人は私を騙すはずがないと思った。そして、言われた通りうんもの粉を食べてみると、確かに体が軽くなった。そこで、母親はすぐに、彼女に婿を取らせようとしたが、 彼女は結婚しないと固く誓い、結局彼女に結婚を強いることはできなかった。ある日、渓谷で、李敵海と乱災話に出会い、仙人になる秘訣を教わった。それからというもの、いつも、三夜を行き来し、その姿はまるで飛んでいるかのようだった。毎日朝に家を出ては暮れに戻ってきて、山で採れる果物を持って帰り、母に渡した。母親はどうしたのかと聞くと、 ただ名山の戦挙へ行き、除戦と道について論じ合っているだけですと言った。しばらくすると喋り方がおかしくなった。不足点はこのことを聞いて、使いのものを送り急中に召し出そうとしたが、その途中で、忽然と姿を消した。不足点は進化に国中を探させたが、結局見つけることはできなかった。慶流年間に李鉄海が彼女を引き連れ、白中商店し去っていった。 天保九年に、マコと一緒に、五色の雲の中に立っているのが見られた。また、大歴年間中、ある人が、甲州の小さい石郎で、彼女に会っているのを、獅子の高校が目撃し、それを朝廷に創上したという。また、北曹の人宗の時、英州霊良剣に生まれ、十三歳の時お友と共に、山に入って茶を取っていた際、お友を失い迷っていたところ、 旅道品に出会い、専門も与えられ、千人となったという説。また、武足天の時代に豆腐屋の娘である南州修止めが、千人になったという説などもある。なお、現代の擬曲では、長ョ郎、女上,上沖ジなどと入れ替わっていることもある。ありがとうございます。